今日はこの少し空気を抜いたボールを使ってエクササイズをしていきましょう。どんなボールでも構いません。このボールがあることで体のいろんな部位を感じやすくなります。では足の間に挟んで、つま先は前に向け、膝は立て、仰向けに寝転がります。背筋をまっすぐ伸ばしてみましょう。手は横に置いて、大きく息を吸います。吐いて、口から、鼻から吸って、口から吐くときにお腹を引っ込めます。鼻から吸うときは大きく肺を広げて、口からゆっくり吐くときに骨盤底筋、おへそ、肋骨の下までコルセットを締めるようにお腹を平たくします。この呼吸を繰り返してください。では骨盤の動きを出していきましょう。吐くときに骨盤を後傾姿勢にする。尾低骨を少し浮かすように、吸うときに尾低骨の方に骨盤を転がし、腰の後ろのスペースが少し開く。吐くときに骨盤を後傾、腰の後ろのスペースを閉じる。吸うときに腰の後ろを少し上げて前傾、後傾、そこからゆっくり上げていきましょう。背骨を一つ一つ上げて上に行ったら一回吸って止まり、吐きながら背骨を一つ一つ下ろしていきます。下で吸って、吐きながらまた後傾にしてから骨盤、そして背骨を一つ一つ剥がしていきます。これを繰り返します。首は長くして手をもう少し遠くに置き直しましょう。胸が開いているように、吐きながらを下ろして、一回吸って下で、そして吐いて上げる。これを繰り返しましょう。上で吸って、吐いて下ろす。ボールを挟んでいることでしっかり内股の筋肉も使え、骨盤底筋も使いやすくなります。吐いて上げる。一番上でしっかりお尻の筋肉を収縮させる。上で吸って、吐いて下ろす。背骨一つ一つの動きで、下で吸って、吐いて上げる。腰を反らないでね。吸って吐いて下ろす。だんだん背骨の動きが出てきましたか？はい、ではもう一度吐いて上げる。今度は上にお尻を上げたまま少し筋肉を緩めたり締めたりする。繰り返して、緩める、キュッと締める、緩める、キュッと締める、緩める、キュッと締める。呼吸止めないで緩める、キュッと締める。腰反らない、緩める、キュッと締める、緩める、キュッと締める。では背骨を一つ一つ下ろしていきましょう。背骨を下ろしたらニュートラルにして足を上げます。テーブルトップ。そしたら手を浮かせて、向こうに手が引っ張られるような感じでお腹を引っ込めて、頭と首、肩を上げてくる。顎は胸につかない。ハンドレッド、手を振ります。下に向かって手を押して、2、3、4。こう次手のひら上、2、3、4、5。下、1、2、3、4、5。上、2、3、4、5。下、1、2、3、4、5。上、2、3、4、5。下、2、3、4、5。上、2、3、4、5。はい、頭を下ろします。それではボールをもう一度しっかり挟み直して、手を横に広げて T のラインに、そして膝の後ろはちょうど90度ぐらい、片方に倒していきます。サイドに一度倒し、キュッとボール挟んでいる、吸って戻す。吐いて右に倒し、吸って戻す。この呼吸を反対にしても構いません。では続けましょう。今画面の右上になんだか手が出てきましたが、これは心霊動画ではありません。隣でイケメンの男性がヨガをしているのです。
皆さん気を取られず、はい、自分のボールと自分の体に集中集中。反対に吐きながら倒して、吸いながら戻す。この時に肩を浮かさない、腰を反らない、ボールがずれない。ではボールを外して、今度は足と足の間に入れますよ。カエルのように膝を開いて、はい、伸ばします。膝を開いて曲げて両足を伸ばす、ね、曲げて吸って、曲げて吐いて伸ばす。この伸ばした足の角度は低ければ低いほど難しくなるんだけど、腰を絶対に浮かさないっていうのが大前提なので、みんな自分のチャレンジできる角度をやってみてね。曲げて吐いてしっかり伸ばす。ボールを落とさないようにするようにするっていうことがチャレンジになってくるの。それではボールを外して一回横を向いて、はい、私もちょっと隣の男性に今気を取られておりましたね。目線が軽く向いておりました。はい、集中集中。みんな胸の下に入れます。胸のね、鎖骨に近いところ、でも喉は押さないでね。でお腹を引っ込めて腰を反らないようにします。では後方に伸ばしますよ。そして吐きながらボールに沈んで、吸いながら胸を上げます。吐きながら沈む、そしてお腹を引っ込める。お腹を引っ込めたまま胸に吸って、少しボールから圧を取ります。吐いて沈んで、吸って上がる。吐いてしっかりおへそを引っ込めることで、腰を反らさずにそのまま胸に呼吸を入れて上げてくる。首の後ろがこう折れたりね、こう顎を上げすぎて首の後ろがつぼれてないように気をつけて。次はボールを片手で持ち、お尻の後ろでもう一個の手にバトンタッチ、そして横に広げる。はい、今度はまた片手にバトンタッチ、横に広げる。バトンタッチで横に広げる。ずっと首は長いまま、腰がなんかきついなと思ったらちょっと胸下げてみてね。腰だけで反らないように上がっています。しっかり肩甲骨の間の筋肉も使いましょう。はい、では胸を下ろして、はい、体を一度起こしてきて、四つ前の形になったら一回キャットストレッチで腰をしっかり伸ばしましょう。吐きながら背中を丸くして、腰をしっかり広げる。そして吸って一度胸を広げる。 OK。 じゃあ今度はこのボールをしっかり膝の裏にはめ込みます。しっかりはめてね、でないと取れちゃう。そしてその足を上げて、体がまっすぐであるようにしてください。じゃあ上げていきますよ。ボールを挟んだまま上げる。この時に腰を反らないの、お腹引っ込めて、ボール膝の後ろにしっかりはめないと取れちゃうから、上げる。うん、きついでしょ。ハムストリングとお尻に効いています。じゃあ今度はボールを潰します。かかとを曲げてキュッと潰す。足と太ももでボール挟む感じ。 OK、 潰す。では下ろしてきて、今度は反対側にはめます。一回少し膝の伸ばしてから膝裏にはめて、しっかりはめてから四つん這いの形になり、背筋を伸ばして上げる。腰を反らないようにして、この足を上げる上げる上げる。この時体が反対側に、ね、傾いてないように気をつけて、上半身が。今度はボールを潰す。かかと少し曲げて、1、2、3、4、5、6。はい、下ろしてきてください。次は横向きになります。肘をついて両膝を曲げ、まず体勢を整えます。ちょうど肘が肩の真下に来て、サイドウエストが落ちていないようにしっかり上げてから、その間にボールをはめ込む。上の足を一回伸ばしてから、じゃあ曲げますよ。ターンアウトで曲げて伸ばして下ろす。曲げて伸ばして下ろす。この時に骨盤はしっかり正面を向いていて、ボールにぐいぐい圧をかけないように
曲げて伸ばして下ろす。ボールを置いているのは上半身が崩れてこないのを確認するため。ボールが潰れるようだったら上半身が落ちてきてるってこと。ボールは挟まってるけど潰してないよ。はい、もう一回やりましょう。今度は足を伸ばしたままその足で円を描きましょう。つま先伸ばして1、2、3、4、5、6回。今度反対回り。この時もボール全然動いてないということは骨盤も動いてないし足が股関節から回ってるっていうことね。はい、それでは今度は完全に床に降ります。下の手は枕にしてください。そして両足の間にボールを挟み両足伸ばします。お腹を引っ込めて頭の先からボールまでまっすぐな線を感じ、そして両足をちょっと浮かせられる？ちょっと浮かして止まっていて、そのまま止まる。呼吸止めない。はい、で下ろす。じゃあ今度反対側ね。反対側。はい、じゃあ体勢整えます。肘が肩の下、サイドウエストしっかり上げて上半身がまっすぐになってるようにする。ボールをしっかりサイドウエストのところにはめて足を伸ばして、じゃあ単な音で膝を曲げて伸ばして遠くを目指しながら伸ばします。曲げて伸ばして下ろす。この時にボール潰さない。ボール全然動かない。骨盤は正面向いてるけど膝は曲げる時にできたら空の方に向けてみて。曲げて伸ばして下ろす。バレリーナみたいに綺麗に足伸ばしてみて。空に伸ばして下ろす。もう一度。今度は足を伸ばして円を描く。1、2、3、4、5、6。お腹引っ込め直してみて。はい、反対回りね。1、2、3、4、5、6。それでは床に今度は完全に横になりましょう。足と足の間に挟み両足を伸ばす。ボールを遠くに伸ばすようにしっかり両足を伸ばして、そしてお腹も引っ込め背筋を伸ばしてから両足をちょっと浮かしてみる。浮かせるかな。浮かせたままと静止です。そのまま呼吸続けてみて。骨盤から上げるというよりも背筋を頭からボールまでピーンって伸ばすようにして浮かすの。はい、では下ろしてボールを外します。体を起こしていきましょう。次はあぐらをかいて。はい、ではボールを片方に置いてそのボールを少し押しながら反対の手を上に上げます。体側を気持ちよく伸ばし戻していきます。今度はボールを反対に移して、手でボールを押しながら反対の体側を伸ばします。常に首は長い状態を保ってください。ボールを反対に移し、はい、吐いて伸びる。吸って戻してきて、吐いて伸びる。この呼吸を反対にしても大丈夫。大事なのは吐くときにしっかりお腹を引っ込めるということ。そして体側を伸ばしているときにお尻をしっかり床につけてるっていうこと。あと1回。今度は前にボールを押していきます。頭を下に持っていってそのままボールを押して押して押して、はい、体を伸ばす。腕、肩、背中、腰が伸ばされます。その状態で少し静止、呼吸を繰り返す。吐きながらもう少し前に、もう少し前に、前に、そして吐きながら背中を戻し、背中を戻していきます。もう一度吸って、吐いて前に行く。
ボールを転がしながら前に持っていって、そのまま手をボールの上で伸ばすように、吸って吐いて戻していきます。大きく吸って吐きながらボールを前に転がし、もう一度吐いて、肩、背中、腰を伸ばしていく。もう少し前に行けるように吸って、縮込めず、吸って、吐いて、戻していきます。引き上げるようにして戻してくる。吸って、吐いて、毎回もう少しだけ伸ばせるように吐いて、吸って、吐いて、戻してくる。吸って、吐いて、伸びる。吸って、吐いて、戻す。吸って、吐いて、伸びる。首縮こめないでね。吸って、吐いて、戻す。腹筋、腹筋。はい、では後ろで手を組んで伸びる。今度胸の前を開いて、ではボールはどけて、片足を伸ばし、もう片方の足を曲げて、伸ばした足の反対に引っ掛け、背筋を伸ばしてから、体、上半身をひねります。空に伸びるようにしながらひねってみましょう。足の交代、今度は足を反対に引っ掛けて、体を一度空に伸ばしてからひねります。少し腕でこのひねりを助けてあげてください。はい、それでは、はい、今日はこれで終わり。これでバルセロナのホテルクラリスからお届けしました。また次の動画でお会いしましょう。皆さん、バルセロナから愛を込めて。バルセロナから愛を込めて。